世界のジャパンチャンネルへようこそ。とある日本車好きのベルギー人が譲り受けた1台のボロボロの日本車。この車の修理依頼を受けた日本人整備士の一言で、ベルギーに感動の嵐を呼ぶことになりました。今回は、そのエピソードを中心にご紹介いたします。兄の家のお隣に住むベルギー人ご一家は、息子同士が同じ小学校に通っていることもあり、とても仲良しです。そのベルギー人一家のご主人が長年乗っていた車が壊れてしまい、新しく買い替えなければいけなくなりました。ご主人は、日本がとっても大好きな国であり、ご主人曰く、最高にクールな日本車が欲しいのだけれど、高くてとても手が出ません。長年かけて少しずつ貯金はしていたのですが、昨年の春にやっと家族で念願の日本旅行をしたばかりなのです。訪れる土地のお城や日本家屋、お料理、桜の壮絶な美しさ、何よりも出会う日本人の優しさに、それはもう感動しまくりで帰ってきました。今でもその家を訪れると、その時の写真やビデオ鑑賞会になるそうです。その楽しい思い出作りもあり、蓄えがない状態でした。そこで兄が会社の日本人社員などにこの話をしてみたら、ある日本人の上司から中古車だけど日本車をただ同然で譲ってもらえることになりました。それを伝えると、お隣のベルギー人一家はもうお祭り状態、まさに一家で来たー状態だったそうです。しかし、その車も長年使い込んだ車で、数ヶ月した時には調子がおかしくなってしまいました。ご主人はもうダメだと落胆しながら、町にあるその日本車メーカーの支店に連絡しました。すると、ものの15分でそこの支店から日本人3人とベルギー人1人のスタッフが駆けつけてくれました。ここがこういう風におかしいんですというご主人の説明を聞くと、即刻修理にかかるスタッフたち、日本語とオランダ語の専門用語が飛び交う現場で、キビキビと作業は行われました。30分も経たないうちに修理は終了し、めでたく車は直りました。ご主人がその素早さに感動しつつ、費用を払おうとしたら、その中の日本人スタッフの一人が笑顔で言いました。費用はいただけません。この車をあなたにお売りする際にも、元の持ち主の方の依頼を受けて私たちが点検したんです。なのに、たった数ヶ月でこんなことになってしまって申し訳ありません。私どものチェックが甘かったのかもしれません。こちらこそご迷惑をおかけしました。ご主人は痛く感動し、では、せめてお茶でも飲んで行ってくれと、いや仕事がありますからと遠慮する彼らを半ば強引に家の中に連れ込みました。そこで、昨年日本に行ったこと、とても素晴らしい体験だったことなどを奥様も交えて話しました。盛り上がる会話の中で、なんとその中の日本人スタッフの子供さんも同じ学校に通っていることが判明しました。今度の小学校のサッカー大会に一緒に応援に行きましょうということになったそうです。現在は兄一家、ベルギー人一家、その日本人スタッフ一家は家族ぐるみのお付き合いをするようになり、毎週末には必ずいずれかの家にお邪魔して楽しく過ごしているようです。ここで登場したベルギー人は、もともと日本に対して好意的だったこともあり、このような関係を築けたのでしょうね。もともとベルギー自体が親日国ではあります。日本とベルギーの関係は長く、2016年には友好150周年を迎えました。そのため、その年は両国において1年を通して様々なイベントが取り行われました。現在では約300社の日本企業が進出しており、ベルギーへ投資する国の中で日本は EU を除き米国に次いで世界で2番目に位置しています。このように経済的にも交流が深く友好関係のある国がベルギーです。ベルギーワッフルやベルギーチョコなど洋菓子に関しては、ベルギーの人たちは日本人が懐石料理において出汁の取り方や産地や包丁の研ぎ方にこだわるのと同じように、
非常に厳しくこだわっています。例えばベルギーチョコ一つをとっても他の国ではチョコレートと認められている基準カカオバター以外の使用 5% までという決まりも、カカオバター 100% 以外をチョコレートと認めていないベルギーからすると本物のチョコレートではないといった風に、日本の職人たちと共通する部分も多いようです。せっかくなので日本とベルギーの交流史を紹介します。有島育馬が描いた一枚の絵。東京墨田区にある東京都復興記念館には有島育馬が描いた一枚の絵が掲げられています。どす黒い煙が上がる暗い色調の中で傷ついた人々がうごめき、地面には多くの死体が横たわり、キャンバスの右脇には1台の車が停車している。そのそばに双眼鏡を手にした山本権兵衛首相が描かれています。この絵は言うまでもなく関東大震災を描いたものですが、山本首相の傍らに白い夏服を着た外国紳士と赤い服の小さな女の子が立っています。一体この2人は何者なのでしょうか。有島育馬は誰を描いたのでしょう。実はこの疑問を解明していくとき、近代日本の知られざる横顔が見えてきます。周知の通り大正12年9月1日関東一帯を襲ったマグニチュード 7.9 の巨大な地震は未曾有の被害をもたらしました。特に東京、横浜の被害は目を覆うばかりで、全壊したり焼失した家屋は約50万戸、死者、行方不明者は10万人を超え、その他の被災者は約240万人以上にも上ったといいます。この大震災のニュースは世界各国に報道され、諸外国から援助の手が差し伸べられることになりますが、軍を抜く支援活動を見せたのがベルギーでした。9月3日に知らせを受けたベルギー本国では、5日には日本人救済ベルギー国内委員会が結成されて活動を開始しました。上智大学教授の磯見達則氏によれば、音楽会、講演会、バザー、さらに日本の日が各地で催されました。新聞はもとより、カトリック教会もこのキャンペーンに積極的に参加しました。この活動の結果、約264万2000フランを集めて日本に送りましたが、これはアメリカ、イギリスに次ぐ多額の援助金となりましたとのことです。この時ベルギー国内で配布された元兵士へと題する日本への支援を訴えた文書を見ると、9年前の第一次世界大戦の際、ドイツ軍の侵略と戦うベルギー軍兵士に対して数々の援助を尽くしてくれた日本人への賛辞が述べられ、ベルギーの元兵士はこの時の恩義を今こそ日本に返そうではないかという趣旨が書かれているのです。これがベルギーが関東大震災に見舞われた日本に惜しみなく最大級の援助を施した歴史的背景に他ならないのです。では我が国は第一次世界大戦中のベルギーにどのような支援をしていたのでしょうか。苦難のベルギーを支援した大正日本。第一次世界大戦に際してロシア及びフランスと戦うことになったドイツは、フランスを一気に叩くためにベルギー領内を通過して攻め入ろうとしました。当然永世中立を標榜するベルギーはドイツ軍の無謀に対して立ち上がりましたが、圧倒的優位を誇るドイツ軍の前に国内は蹂躙されていきました。それでも当時の国王アルベール一世はフランス国境のフェルヌに近い艦村に踏みとどまって抵抗を続けました。こうした連日の報道に接した日本人は、勇敢に戦い続けるベルギー国民を激励するために支援活動に立ち上がります。朝日新聞社長村山隆平は、中立を蹂躙せられ国保艦難を極めつつも親しく陣中にありはして、小卒とともに三苦を舐めたまえるベルギー皇帝アルバート陛下の勇武を言語うとして、愛蔵の日本刀である備前長船の名刀一振りを献上しています。かくして日本国内の新聞各紙をはじめ、雑誌その他の刊行物を通じて苦中に立つベルギーへの支援活動が日本国内で熱烈に展開されていきます。我が国の近代史に際立つ光彩を放っている史実であります。前述したようなベルギーが関東大震災に見舞われた日本にあらん限りの援助を尽くした背景には、
あらまし以上のような史実があったからなのです。そのことを有島生馬は熟知していたに違いないです。だからこそ、当時、両国の間に立って奔走した日本駐在ベルギー大使バッソン・ピエール男爵とその名を、日本支援の象徴としてキャンバスに描いたのです。日本とベルギーは古くからの交友関係があったのですね。日本人は責任感があり素直だと私は思っています。最高のおもてなしを海外でもしている真面目で真摯な姿がベルギー人に伝わってくれて嬉しいですね。国と国同士の関係以上に人と人との関係が信頼される日本人でありたいです。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。